また何か来る。戦っている。ガンダムに乗って。俺が巨人になっている。やっぱりムーンガンダム。なんだこの巨人は。4周期前あの時の長老がムーンムーンの救世主だって言ってた。俺は救世主じゃない。呪道って。どうやって開ければ。みんな離れてろ。いっけー。はい、メガキャノン砲。隔壁に穴が開いた。どうよダブルゼータの力は。これが新しい風を吹き込んだ。4周期前に。ちょっと目標はどのガザでいい。呪道探してるのってあの女の子。リナを知っているのか。いや、でも巨人が言ってる。この先だって。行こう、小隊長さん。強行突破だよ。そこ。まだな。これはどうだ。もらった。コンテナから火薬の反応。すんごい破壊力。これ、まさかコステの森の。ムーンムーン。本当？お構いなしに敵は来るよ。こんなところで戦えってのかよ。上からも来る。巨人はどれだけ入り込んでいるんだ。やるじゃない。これはどうだ。動きだけでも止められる。外の世界。おじ、俺は知らなきゃならないんだよね。かわせるか。これはどうだ。くらえ。やるな。これはどうだ。そこだ。ここにも火薬のコンテナ。小隊長さん、うまく使ってね。くらえ。終わりにしてやる。さすがだな。やっと上まで来れたね。小隊長さん、足場に気をつけて。足を踏み外したらまた登り直しになるわよ。また渓谷に逆戻りしちゃうな。落とされてたまるか。この辺り変に複雑ね。100年近く前に作られた第一世代コロニーだからね。機械でできた島。人はいつか生身で宇宙で暮らせるようになるのかな。これはどうだ。しつこい。まだ来るのかよ。このミッションは88年よね。でもブレイクインは古いモビルスーツが多いみたい。もしかしてこの世界の人たちを半分消してしまったっていう戦争の。イエスだよ。それが一年戦争。そうか、ミネバ姫様から聞いたのね。呼んでいる。ミネバの時と同じ女の子が。人の兄弟のつながり。なるほど、さすが神式。軽いな。
フレミー・トト、ザビ家の血筋をめぐってハマー様と対立することになる。私こそがザビ家の意志を継ぐ者だ。ミネバがジオンの未来じゃないのか。誰がそんなことを。この手で終わらせてやる。モビルスーツ隊、私に続け。落とされるなよ。悪いけど一気にやらせてもらうよ。そもそもトト家って本当にジオンを告げるの。エンドラ、モビルスーツをこちらに回せ。私には戦わねばならぬ大義がある。お前こそ正義など見えないのになぜ戦う。モビルスーツ隊、私を守れ。私こそがザビ家の。お前は血のことを言っているようだけど、その原点はどこから来た。地球だろ。血筋のおかげで今の身分までのし上がってきたのではないはずだ。俺はリーナを助けるだけだ。簡単には返せんと言った。しまった、バウ撤退。リーナー、待って、ジュド君、今はムーンムーンの異常を調べるのが先よ。いや、ジュド、ここでお別れだ。君は妹さんを追わなきゃ。すまない、リーナ。俺、ジュド君は分かってるんだよ。今ここでやるべきこと。俺やるよ。この程度で。このスイッチはどこのものかしら。なんだよこのプレッシャー。このムーンムーンに何か禍々しいものがいる。それが正体不明の大容量データ。敵に加えてやるぞ。バカにすんな。とっとと蹴りをつけてやる。もう一度封じられるか、この義務。ほう、ターン X の語るサイコミ的な精神派の流れ、強力でいいじゃないか。なんだ、巨人が反応したい。やめろ、これ以上やると死ぬことになるぞ。なんだ、行け、潰せ。まともに戦争をする気があるのか。こんなのは俺たちの戦争じゃない。貴様、武士。戦乱の世が続くなら、これもまた必死。なんだって。黒歴史の期待が次の黒歴史の幕を開ける。ターン X ブレイクアウト。なんだこの感覚。他にも何かいるのか。俺も感じた。次のムーンムーンにまだ誰かが。ブレイク現象の規模が把握できない。小隊長さん、注意して進んで。かわせるか。そこ、やるな。これがバンシーの力。くらえ。
育反応が強くなってる。データの乱れが激しくなってきた。この先には御神体がある。でも、なんだ。何か不思議な感じだ。いよいよみたいね。小隊長、油断せず進んで。逃げ切れるとでも思ってた。くらえ、かわせるか。くらえ、見えている。やるじゃないか。これはどうだ。ここは神聖な場所なのに巨人がどんどん入り込んでくる。こんなところでやられてなんかいられないんだよ。次々とブレイクインしてくるモビルスーツ、第一次ネオジオン戦争よ。この時期にはまだ量産されてないはずなんだよ。ブレイク現象の振り幅が安定してないの。動きだけでも止められない。目障りだ。ダブルゼータのパワーがあればちょろいもんさ。ジドウ待って。この感じ覚えがある。グッモーニング、ムーンムーン。ユットを探してきてみれば。俺に力を貸せ。まさかの展開だね。ダブルゼータガンダムに会えるなんて。ユース届けと並び、サビケと解く。ユース少佐の目的はネオジオンの掌握なの。ネオジオンの大人たちは僕に従う。執事ってやつのせいでね。やりたい放題やってくれて、ただじゃ返さないからな。仕方ないんだ、ムーンムーンの姫君。僕には全て必要なんだ。運命ってやつ、僕のように。まだ壊れていない御神体。ブレイク反応さらに増大。まずい。ああ爆発。なんだよこれは。御神体がバラバラに。これはターン A ガンダム。ホンター賞が言ってた宇宙文明を滅ぼしたっていう。ヒゲの巨人。ご神体敵なの。文明を滅ぼしたガンダム。忘れるな。君ももう憎しみの連鎖の一つだ。憎悪と殺戮の歴史のね。それがあの魔がつかみを呼び出した。やってくれ。最大出力でいく。ミサイルかわせるか。直撃させる。これはどうだ。いけ。ダーン。リボルビングだ。いけられるか。当たる。これ誰が乗ってるの。乗ってないと思う。心の光を感じない。災いの光。人が作り出す冷たく悲しい光。間違い。なんだ。人の声。嘆き。悲しみ。これは月。月の光。自ら光り輝くことはなく、太陽の光を宿して。でも、この光は違う。ブレイク反応が揺らいでる。あと少し。黒歴史のガンダムが倒せる。歴史を終わらせるガンダム。人の悲しみをわからないなら、それはただの機械だ。神じゃない。黒歴史を作り出すガンダムからムーンムーンを守れたのね。四周期前の巨人、一緒に戦えてよかった。あの時の戦いが今につながってる。人は一つにつながることができるって誰かが言ってたけど。一つに。うん、そうだよ。絶対二つの歴史の重なりもやがて一つになっていく。生死でもね。今だ。ミッション完了。これより祈祷する。